サッカーファミリーの皆さん、こんにちは。ドイツアイントラフトフランクフルトの長谷部誠です。今現在コロナで非常に難しい時間が続いていますが、ドイツブンデスリーガは5月に再開され、そして6月の下旬にシーズン終了しました。そして皆様の中にもようやくサッカーが戻ってきましたね。サッカーがある日常がついに戻ってきて、日常の中にサッカーがあることがどれだけ素晴らしいことが日々感じているところです。感染症への不安からサッカーへの参加を迷っていたり、自粛を考えていたり、そういう方々も多いと思います。サッカーを愛する仲間として、自分と異なる考えを持った人たちを排除したりせず、理解し尊重しましょう。選手も応援する人も家族や仲間、周りの方々のことを思い、感染予防をしっかりとしながら心からサッカーを楽しむこと、それが今一番大切だと思います。社会に目を向けてみると、新型コロナウイルスから私たちの命を守ってくれたり、私たちの生活を支えてくれる人が大勢います。そういう人たちがいるからこそ、私たちが日常の生活を送れていることを忘れないでください。仲間を信頼し、相手を思うことで一体感が生まれる。一人一人がポジティブな気持ちを持ち、フェアに行動することで社会は大きく変わっていくと信じています。サッカーのフィールドからリスペクトを広げていきましょう。